大阪玉造りを起点とした奈良までの古道、奈良街道の最後の峠ということです。実は、この奥にも仏像さんがたくさん祀られていました。繰り返しの日々の中で生き抜く術大切なこと、守りたい一つらに期待をも本当はやめたいんだ、作られた世界でいる自分が連れ出してくれない。こんにちは。こんにちは。今日はどちらからお越しなんですか。奈良市内の富雄というところです。あ、そうですか、はい、今日は家族で、はい、3人で来ました。かわいいお嬢ちゃんですけどいくつですか。11歳。小学校6年生。妹さんは8歳。3年生。じゃあ自分で答えない今日はどちらからこのコースへ入られたんですか。手塚山大学の横から入りました、あ、そうですか、はい。朝何時頃から入られました。9時前ぐらいですかね。あ、そうですか、はい、結構これ登り高あったんじゃないですか。そうですね、まあ、でも緩やかで子供も十分。あ、そうですか、行けそうな部分でした、はい。このコースはもう何回か歩かれましたか。今日実は初めて。あ、初めてですか、はい、たまたま見つけて入ってきました。たまたま、はい、すごくいいコースやな。なるほどなるほど、はい。歩かれた感想はいかがですか。まあ、すごいすがすがしくて、まあ、そんなにこの上り下りもきつくないですし、途中でなんか親切な人がこの竹の杖をどうぞって置いてくれてて、それを取っていただいてきました。今度会社にまた来ようねって言って。ああ、それはお姉ちゃんは歩いた感想どうですか。楽しかった。なんか、滝のことがいっぱいあって面白かった。そんなにきつくなかったし。あ、そんなきつくない。妹さんとお姉ちゃんとお父ちゃんと一緒に歩いて楽しかった。竹の子が、なんか竹の子がなんかめっちゃ伸びてるやつが気持ち悪い。そう、あそこにあるやつ、あそこにあるやつ、あそこに、あそこに、あ、そうですか。で、これからどちらへ行かれるんですか。子供の森まで歩いて、子供の森までお弁当にしようかと。ああ、それはいいですね、はい。そしたらあれですね、今日は一日、はい、家族サービス、はい、そうですまあ、連休最後なんで。ああ、そうですね、じゃあ皆さん、今日は楽しんでください。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。慣れてない。やばい。